皆さん、あ、皆さん、こんにちは。ダンスと笑顔で地球を明るく照らすマリコチャンネルです。皆さん、久しぶりです。元気ですか？昨日は十三夜だったんですが、お月様見ましたか？すごい綺麗だったよね。私もお月様大好きで、今日は14夜かな、14夜スペシャル。あ、そうそう、あの ASMR って書いたらね、結構たくさんの人見に来てくれて、 ASMR なんてちょっとおこがましいなと思いましたが、パンダさんが、マリコさん ASMR って書いたらどうですかと言ってくださったので、そのでパンダのものってなんかないかなってうちにさ探したんですけど、お人形とかなくて、なので書いてみた。じゃじゃーん、もちもちパンダ、どう、うまい、マリコさん食ってって書いてあります。餅を食べるのが ASMR で流行ってるそうなんで、バッチリだね。パンダさんどう、気に入ったかな。なので餅からの団子も食べています、後でね。ありがとう。ということで、あ、そうそう、10月はね、私結婚記念日が10月11日なんですよ。 それで、その時に習字の先生がね、あのお月さんにまつわる、なんつ、色紙を書いてくれたの。そのもう先生亡くなっちゃったんだけど、慶石先生が書いてくれたこの、じゃん、色紙、ちょっとね古いからね、ちょっとシミみたいになっちゃったんだけど、みんなに紹介。豊かなるいざよいの月真向かいに、豊かなるいざよいの月真向かいに、私の主人ユーディって言うんですよ。そのユーが入ってマリコの間、ね、で東京と、山梨、遠距離恋愛だったので、あの月を見ながらね、離れてはいるけど、同じ月を見てるよっていう。でいざよいっていうのは、あの十五夜よりもっとまん丸になったよ、豊かなんだよって言って慶石先生が書いてくれました、ね、なのでみんなもお月様見たら好きな人と思い浮かべたり、楽しいお友達を浮かべたりして手を振ってください。私もね、だいたい手、お月様に向かって手を振りますから、マリコさん手を振ってるかなと思って、今日ももし月が出てたら振ってください。というわけで、そう、そんなねことを考えて、じゃあ今日は和風だなって思ったら、そのね、誕生日の時に、あ、誕生日じゃない、結婚祝いの時に友達に、なんか欲しいものないって言って、一緒にそのね、結婚する前にハイランド行ったんですよ、友達とね。その時にね、ああ、じゃあ私これが欲しいなってもらったね、ゆきえちゃんにもらった結婚プレゼント紹介、じゃん、見える、鬼太郎のうち猫娘、これがいいんだよ。開けてみるね。おい、鬼太郎。じゃん。いいでしょ。見える。鬼太郎って一旦もこのね、お父さん、父さん、おい鬼太郎の父さんもね、なんかお風呂入ってて、こっちにあのネズミ男。ネズミ男とからの
おなきじじいと砂かけばば、これいいなーって言って、ゆきちゃんこれちょうだいって言ってもらったんですよ。 なかなかいい出来で、なんかね、色が秋っぽいからみんなに紹介、これ後ろもいいんだよね。 こなきじじいと砂かけばばばの 後ろ姿いいでしょう。これをみんなに紹介したかった。こんな感じね、和風で穴で出てきた。じゃあ、からの今日のお供は、今日のアシスタントは和風リカちゃん。パフ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 、かわいいでしょ。あ、海外のね、人を見てくれてんのよ。すごくない？名前忘れちゃった。今度またチェックしときます。ということで、今日は十五夜団子を食べてみる。このね、入れ物もいいでしょ。スマイルに来てたね、会員さんのマリコさん。マリコさんはね、ハワイにね、お嫁に行ったの。で、ね、その人がね、マリコさんが大学時代にね、陶芸やってて、で、これなんか発表会、展示会みたい。あ、これかわいくて、これいいよねって言ったらね、卒業するときにプレゼントしてくれました。これ見て、このかわいいでしょ。これ見て、どんぐりみたいになってんの、かわいいでしょ。これグリとグラのもうお茶会ですねって言ってね、プレゼントしてもらった。マリコさん元気かな、連絡してみようかな。です、ここにお茶を、今日は緑茶。冷めちゃったかな。お団子、餅が流行ってるって。団子もいいよ。にさ、餅じゃ、団子ってさ、スクイーズに似てない？ それでもうさ、お兄ちゃんの正義さんからの、多分みんなね、見てから来てくれてるんだと思うんだけど、みんな優しいんだよね。マルコさん、スクイーズはもっとゆっくり押してからだとかだといいと思いますとかね、教えてくれてるから。音こんな聞こえるかな、こう。弾力がある。ちょっと音がいいように焼いてみた。 食べて。やみ。 おいしい。
ちゃほど美味しい。やみ。テイスティー。英語わかんない。あ、ミカちゃんにあげるの忘れた。お茶あげるよ。お茶ですか。あ、こちょこちょが流行ってるとか兄ちゃん言ってた。今日はお月見スペシャル団子を食べてみました。天使のメッセージいいですねって声も聞こえたので久しぶりに。本当だ。天使のメッセージ読んでみる。今日はじゃあさ、14夜だから14切ってみるかな。1、2、あ、こういう音もいいかもね。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、けいちゃん、私とこれを見ているみんなに天使からのメッセージ、じゃん、こんなん出ました。チャンス、おお、来たね、チャンス。天使が楽しそうだ、羽ばたいている。読んでみる。失敗や間違いは受け入れて改善するチャンス。問題や苦難は体験して成熟するチャンス。攻撃や裏切りは理解して慈愛を生きるチャンス。深いね。もう一回よ。失敗や間違いは受け入れて改善するチャンス。問題や苦難は体験して成熟するチャンス。攻撃や裏切りは理解して慈愛を生きるチャンス。なるほど、チャンス。みんな今がチャンスだ。そうそうそう、この間のさ、トフェチのマイクでね、食べるやつ、咀嚼音、あれもありがとうね。あのマリコさん、そこはマイクじゃないですよ。そう思ってみたらね、おかしいね、あれ見てみて、おかしいから。それをまた教えてくれる、みんなが優しい。お兄ちゃん、正義さん、お兄ちゃんからの友達はみんな優しい、ありがとう。ということで、みんなチャンスです、今がチャンスだ。では、あ、そうそうそう、にらめっこさ、チコちゃんに叱られるでもやってるよね。流行ってるとか思っちゃった。では、今日は団子食べれなかったリカちゃんと、あ、アンジちゃんが言ってた、面白いか、リカちゃんですればいいんだよって言った、それやってみます。
ウィンナさん、ウィンナさん、ウィンナさんで、にらめっこしましょう、アップ、プー、面白い、面白いか、バイバーイ、また見てね、リカちゃんファンに怒られそうだな。